マシュー・オルソン・ガリアーは、アメリカ合衆国、オハイオ州クリーブランド出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。1996年のドラフトで、カンザスシティ・ロイヤルズから33巡目で指名されたが、契約せずに、ケント州立大学へ進学。1999年のドラフトで、シカゴ・ホワイトソックスから10巡目で指名され入団。2002年3月27日に、 ダマソマルテとマイナーリーガー一人とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2003年11月20日にミネソタツインズへウェーバー移籍。2004年6月17日のモントリオールエクスポズ戦でメジャーデビュー。同年9試合に登板。2005年は43試合に登板。2006年は39試合に登板。2007年は当初は ミドルリリーフとして起用されたが、ジェシー・クレインの故障や不安リンコンの不振もあり、シーズン途中からはセットアッパーとして起用されるようになった。2008年は76試合に登板した。2009年は79試合と2年連続でリーグサイトの登板数を記録。2008年は8月と9月の月間防御率が10点を上回り、 シーズン2さんでも5.19だったが2009年は防御率を2.36まで改善させた。2011年よりロサンゼルスドジャースでプレー。移籍1年目も70試合に登板し5年連続70試合登板を記録した。6年連,連続1セーブはメジャー史上初。2012年は4月に7試合に登板するも右肘の延長で戦線離脱。 60日間の故障者リストに入り、8月末に復帰した。この怪我の影響もあり、16試合の当番に終わり、連続70試合当番は5年でストップした。2013年は34試合に当番するも、6月30日にディーフとなった。7月2日にカルロス・マーモルとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。10月31日に FA となった。 2014年1月29日に、フルス、ツインズとマイナー契約を結んだが、3月24日に放出された。3月25日に契約内容を変更して、ツインズとマイナー契約で再契約した。AA 級ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎え、4月23日に、AA、A、級ロチェスターレッドウィングスへ昇格。AA 級では4試合に登板し、 0勝 1>, 1敗1セーブ、防御率7.20だった。5月7日にツインズとメジャー契約を結んだ。昇格後は27試合に登板し、0勝1敗、防御率3.86だったが、7月22日のクリーブランド・インディアンス戦では1回を投げ4安打、4失点の乱調もあり、7月23日に DF となった。7月29日に FA となった。 ありがとうございます。